はいどうもお疲れ様です。堀江さん、まだなんか喋ってますよ。堀江さんと、尾道の、余ち餃子。ね、余ち餃子って言うと、私はね、高校の時の後輩のお店で、結構仲良くさせてもらってたんですよ。で、私の町にも、なんかね、生まれ故郷だからかどうか、余ち餃子の、その、無料あ、無人か。<laughs> 無人販売所作ってくれたんですよね。それがなんと閉店になると。どうしてくれんだよ、堀江って感じですけども、記事にはどんなことが書いてるんでしょうか。 堀江門とトラブルの餃子店が無人販売店を閉店店主は妻の体調不良誹謗中傷を質の訴えということでやっぱね一般市民がなかなか戦いにくいですよねこういった大有名人にしかも経団連のなんかバッグがついて20億円のねロケットの補助金までもらってるもう政府ズブズブの人間ですからねいやーもう完全権力者側の人ですからあどうしようもないです、はい、この度い餃子 冷凍餃子無人販売所福山春日支店を11月いっぱいで閉店することになりましたということで私の家の近所なんですよまあ本当にね悔しいな10月30日にツイッターでこう発表したのはかつて堀江門こと堀江高臣氏とのトラブルで注目を集めた広島尾道の餃子店余ち餃子本店とは別に営業する無人販売所を閉店するよだがその理由についてこうつづられている堀江事件の堀江事件いなのがすごいですね ホリエ事件、教科書に載りそうだな。いや、笑ってらんないですよ。本当と、洋餃子さんね。ほんと、お疲れ様です。長年にわたって経営してくださって私もね、小道に行くたんびに寄らせてもらってます。えー、私がね、広島でお店をやってる時には忙しい中、私の店にも来てくださったりとか、本当に嬉しく思ってます。ホリエ事件の影響による妻の体調不良。あ、奥さんね。奥さんも。まあ、娘さんも大きくなったでしょうね。 妻の体調不良、その後も続いた堀江からの誹謗中傷の動画やツイートによって精神的なダメージを負ってしまい、仕事にかわることが困難になり、家を離れて静養、えー、することになってしまいました。これなんか、ガーシーの言う、なんか常習的脅迫とかになんか当たらないんですかね。そのため、店主一人でおのみち店の営業とお、冷凍餃子の製造、さらに家事を頑張ってきましたが、精神的、肉体的にも福山店に時間を割く余裕がなくなり、閉店を決断せざるを得なくなりました。 これ私手伝いましょうか、これ。福山店ね。堀江氏との間で勃発したトラブルは、コロナ禍、真っ只中だった20年、9月に遡る、2020年ですよね、えー。当時、同行者がマスクをしていなかったことで入店拒否されてしまった堀江さんは、その経緯を Facebook に投稿。店側もブログで反論したことから SNS で論争に発展することに。一方、堀江さんが、尾道の数字から始まる餃子店と、 え、店名を特定できるような表現で店を批判したこともあり、嫌がらせなどの電話など営業妨害を受けた店は一時的に、えー、お休みしてしまったということですね。まあ、このね、嫌がらせの電話するやつ、本当出てこいって感じですよ。ね。まあ、それで、ひろゆきさんがクラウドファンディングとかに働きかけてくださって、で、ひろきさん自身もクラウドファンディングのね、あのー、最高の金額のやつを購入されたみたいですね。で、もう一つ買ったのが私なんですよ。うん、私なんですよ。そうなんですよ。 うん、あの応援しないといけないですからねやっぱ私のかわいい後輩ですからねそして友人ですからねあれ悔しいなでなんか300万集まるところがやっぱりねあの国民は愛にあふれてますよ1540万も集まっちゃってやっぱこう楽にはなったと思うんですよ資金的にはでも金さえあれば商売ができるってもんではありませんからねうんで一方で堀江氏からは自らの行動をかえみることはなかったようで堀江さんってなんか餃子の店とかやってませんでした 嫌がらせかみたいなねうん今年9月に X で騒動を蒸し返すコメントが寄せられると「餃子に対しては俺は1ミリも悪いことしていないだから謝る根拠はないし補助金なんだそれひろゆきに諭、えー、されてクラファンでやけ太ってるだろうやつは」と一蹴、まあ、これはちょっとひどい言い方ですよねそれから悪いことをしてなくても結果的に迷惑を追っかけたんだったらそれは謝る根拠じゃないかなと私は思うんですけどどうでしょうかね悪いことをしてなくても結果被害を受ける方っているわけじゃないですか それについてはね、もうちょっと考えてもらってもいいような気がしますけどもね。餃子店に手を差し伸べた広池に対しても、一見もっともらしそうに見えるけど、彼は単に私を使って困ってる私を世間にさらして面白がって遊んでるだけと言及。うん。あの奥さんを精神的に追い込んでるのもそもそも餃子屋の旦那だからなと。これはひどい話ですね。こんなこと言っちゃダメでしょう。ねそういう風なイメージを持つじゃないですか。 そんなわけないですよねあのご夫婦はとても愛し合ってる支え合ってるわけですから堀江市の投稿を受けて店主はいろいろショックすぎて眠れない妻は働くことも家にも帰れなくて家族全員が辛い思いを我慢して店を守ろうと必死で頑張ってるのに妻を追い込んだのは俺ってか絶対許せないと吐露していたうんで俺も許せないよ何やってんだよ同じ福山市に住む者として悲しく思いますでしょもうお,お前こ広島来んなよもう 何やってんだよ。